はい、こんにちは。カンピオレの辰巳です。50メートルを速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。今日は、練習中、どうしても集中力がすぐ切れてしまって、良い練習が、できません。何か、高い集中力で、挑める方法はありませんかっていうような質問があったので、それについてお答えしていきます。で、まず、現役の子やったら2時間練習とかね、やるんですけども、マスターズの人やったら、1時間前後ぐらいやと思うんですけども、それを全部が全部ね、集中しながらやれ言われたら、ちょっとね、しんどいと思いますので、今からちょっと簡単なね、集中力を一時的にガンとこう高めるね、方法について、ちょっと説明していきます。で、めっちゃ簡単です。ね。いわゆる試合と同じようなね、感覚に持っていくってことなので、例えば、1時間練習としますね。1時間練習のうちの、この15分間だけは、どうしても高い集中力で練習をしないといけないという練習の時に、レース用のね、この帽子、キャップですよね。キャップをかぶってやってみてください。これだけでね、レース用のキャップっていうのは結構ね、ちょっと水とか入ってんの、今かぶられへんねんけども、結構グッとこう、ちょっと締め付け感とか、ちょっとあって、それがね、より緊張感を、持たせてくれるスイッチとしてね、役に立ちますので、そういう、1時間練習のうちの、このメインセット、この15分のメインセットだけは、しっかり高い集中力でやるんやというところのみ、こういうね、レース用のキャップを着用してやってみてください。で、そうすると、そこの部分っていうのがすごい高い集中力でできますので、日頃ね、マンネリ化してても、そこの部分だけでもしっかりね、高い集中力でやっておけば、結構かなりいい練習がね、できると思いますので、一回やってみてください。で、これを最初からね、最後までこれ被っとったら、これはもうまたマンネリ化するので、やっぱり練習中ね、そういう集中力の強弱っていうのもやっぱ大事だと思うので、普通のレベルをね、普通のレベルちょっと気抜いてガーンと上げるとかね、そのガーンって上げる、そういうメリハリっていうのはすごいね、大事だと思いますので、もうめちゃくちゃ集中するとき、ね、集中する局面のときのみ、こういう帽子ね、使ってみてください。もうこれだけでだいぶね、変わりますので、やってみてください。はい、以上です。